コロナ禍で密が問題になる現代、今注目を集めているのがキャンピングカー。土地が広い北海道ならではと人気を集めています。めっちゃ広い北海道鶴居村でキャンピングカーでのワーケーションの可能性に迫ります。2020年12月18日、北海道鶴居村である集まりが、キャンピングカーでのワーケーション体験です。川の中にいる環境朝はもうここ無表情。まずは鶴居村の絶景を堪能します。ワーケーションとはワークとバケーションを合わせた造語。仕事と休暇を合わせて行う新しい仕事の形です。しかし、なぜキャンピングカーでワーケーションなのでしょうか。レンタルキャンピングカー事業を行うノマドレンタカー代表の阿部さんです。いつでもどこでも個室の空間があって、まあ、Wi-Fi 環境さえ、まあ、モータブルの Wi-Fi があればどこでも仕事ができるということで、今このコロナになって非常にこれは活躍する車だと思ってますね。 IT 化、オンライン化が進んだ今だからこそできる新しい働き方にキャンピングカーがマッチしているといいます。今結構大手の企業様もですね、テレワークということで自宅ではなかなかそのプライバシーの問題もありまして、このキャンピングカーを使った、ワーケーションするところが非常に増えてますね。早速キャンピングカーの中を見せてもらいました。僕はもうあんまりキャンピングカーって乗ったこともないんですけども、はい、これまず どんなものになるんですか。はい、キャプコンでですね、はいはい、コルドバンクスという車種になります。コルドバンクス、はい、ね、高さ3メーター少しと長さも5メーター弱ございます。おー、もう綺麗、めっちゃ。お邪魔します。すげー広い。もう船立っても全然頭もぶつかんないぐらいで、はい、このタイプは乗車は7人。7人、ベッドは大人で5名まで。新型のバンクスね、エアコンも今気づいたけど、はい、もうがっつりしっかりエアコン入ってるんですね。暑い夏はこれで冷風で、で寒い冬はFF ヒーターがついてますので、はいはい、そちらで暖かくお過ごしいただけます。そして冷蔵庫にキッチン、さらに収納スペースまで。キャンピングカーでは暮らすように旅をすることが可能になるのです。マジで欲しいこのキャンピングカーがあればもう全て揃ってますので、まあ、ベッドから、水からトイレから電源からですね、全部ありますから、そのままオフィスになりますね。新たな投資がいらないっていうのがすごくいいと思います。まあ、空き家とかもたくさんありますし、そういう空いたスペースとかたくさんありますから、まあ、そういったところを逆に有効活用できる。まあ、それで北海道をキャンピングカーで、旅天国にしようということで今やってます。暮らすように旅をする、これを20年以上前から行っているのが鶴居村の農泊事業です。生活を楽しむっていうのかな、私たちと一緒にここの生活を楽しむっていう感じ。来てくれたら親戚みたいな、友達家族みたいで、また次の年も来てくれたらお帰りっていう感じここの暮らしを皆さんにちょっとでも楽しんでもらいたいなっていうので作りたかったから、もうここじゃなきゃ意味がないので。服部さん夫婦は大好きなこの場所で暮らすような旅をコンセプトに、さまざまなゲストを迎えてきました。まあ、キャンピングカーというのは本当にキャンプをするというよりは一つのホテルだとか、そのものがここへ来ていただけるということなのと、まあ、もうご存知の通り景観が鶴居村はいいので、まあ、この丘の上もそうですけれども、そういう意味ではそういう場所場所にホテルが行ってもらえるようなと、でそこで、まあ、お仕事もしていただけるということでいうと、それはありだよなというと。
絶景が多い北海道ならではの贅沢なワーケーションがキャンピングカーで可能になります。道の駅とかですね、まあ、そういうキャンプ場とかもたくさんありますから、で北海道って、ね、やっぱりそういう、キャンピングカーのワーケーションにとって非常にこういい場所でありますので、これからどんどんこう成長する産業に僕たちがこう文化を作っていきたいなと思ってますね。仕事のあり方が問われている現代に一つの選択肢を見ることができました。まあ、私たちは農泊というものを宣言してですね、中長期で過ごすように、暮らすように旅をしていただきたいということで進めている、その一環としてお仕事もできますよというところを、進めていきたいなと思います。でこの村一回来ていただいたら本当に綺麗な村ですし、まあ、人も温かいですし、こんな素晴らしい村の中で一緒に一回は来ていただきたいなと思います。キャンピングカーの聖地北海道で暮らすように旅をするワーケーションはいかがですか？